鈴木、そしてあっと金崎に入って金崎先制。ちょっと一人選手は倒れていますが金崎のゴール。ここをやっぱりリバルボのところを許さなかったですね。これでちょっとコース変わったんですかね。今金崎、キムミヒョクがいる中、ね、ですね、当たって少しコースが変わった感もありましたが金崎のゴール。寄せてはいるんですけどね、ちょっと当たりましたね。当たった分ボールが伸びて、なるほど。